今何時ですか？もう2時半のペガサスパーキング、突如現れたなにわナンバー大阪ですね。大阪のなんか箱車木南連合って書いてる車があるんですけどね。これやばっ、これなんかちょっとお邪魔してもいいって聞いたんで、ちょっと行ってみようかなと。結構なんかやばくないですか、このテカってキメキメで、なんか中もやばいみたいな。オープンザドア、オープンザドアおお結構ハロウィン仕様な、時期的にね。やばシャネルの、なんか中はベッドになっているらしいんですけど、かわいい、見てピカチュウ、やばいなこれなんかしかも、なんかラブホみたいな、ラブホみたいな感じ。ちょっとオーナーさん呼んでみますか、この。あ、そうですね、じゃあオーナーさん呼んでみたいと思います。オーナーの塩辺くんです。イエーイ、こんばんは。ありがとうございます。わざわざ大阪から大阪からお疲れ様です。お疲れ様です。これはもしかしてそういう AV じゃないですか、そういう企画の。いや、違います。企画もののやつ。違います。企画ものの車です。違います。なんで秘密が隠されているんですよね。秘密のメリット。秘密のメリットで、なんか後ろに秘密が隠されてるらしいので、行ってちょっとじゃあ見せてください。見せてみましょう開けてみましょう。いいの？いいよ。いいの？何はオープンエロい、エロい、やば。これ結構大きい音出るの。うん、頑張ろう。ナビオ大阪から来たんですよね。そう、大阪から。やばい、やばい。この車、なんと全国で2番2位を取っているらしくて、このスピーカー、この車から出る音質がいい車ランキングに全国2位だそうです。ちなみに聞いていいですか、いくらぐらい、およそ大体でいいです。これだけです。200ぐらいは。おお。全て含めるともっとすると。車が1台買える軽とか。やばいですね。このスピーカーって。この見て、このなんか中のこの線がすごい。あるんだこれ。はい。ということで来年は1位を取れるように頑張ってください。はい、ということで、さらなる挑戦をね。そう、さらなる挑戦を。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんも大阪で見つけたらぜひ彼に声をかけてあげてください。大体梅田中心ですか。梅田。夜。夜。土曜日。土曜日。わかりました。はい。ありがとうございます。岡山にもまた進出するかもしれないです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。はい、失礼します。どうもありがとうございました。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。